はい、どうもこんにちは、名人です。え、どうしたどうした終わりじゃん。動画回し出してどうした。お菓子食べたくないですか。いや、俺は食べたくないから明日は早いし、俺深夜2時やん。俺明日12時から病院に行かないとか。メディ、すごいタイミングで動画撮ってたどういうことだよ。いや違うんですよ。違うんですよ。お菓子食べたいんです。え、お菓子って食べたいんですとかじゃなくてさ、いや、で、マスターなんか明日肌の治療あるでしょ。いや、あるって言っとったよ、引いとったよ、話、まあ、ニキビ治療、ニキビができたから良くしたいからもう治療したいみたいな。だから明日治るんやったらもう何個ニキビ作っていても一緒じゃないですか。そういうことでね。お菓子じゃなくて余計できやすくなるって言った話をしたら、いや、だからできても明日行けば治るんでしょ。知らんから初めて行くから治るんでしょ。名人さんの人気できへんから、だからお菓子を食べましょうって言ってるんです。そんなんふざけすぎやん、マジ。自分が菓子食いやだけやん。いいですか、企画ですよ、動画ですよ。いや、動画ですよ、企画です。はい、企画です。いや企画です。自分が菓子食いたいだけや。名人で最初に考えてるからこれやから。めちゃくちゃやん、それ。いや、でも動画なんで仕方ないですよ、回ってるんで。いや、回ってるんでってやるよ。どんな企画やのね、お菓子。どんな企画するかちゃんと教えてよ。あー、お菓子で、終わってへんやん、結局。1万円分でいいんじゃないですか。え1万円分、お菓子1万円分食べ放題とかでいいんじゃないですか。食べ放題1万円分、みんなで食べればいいんじゃないですか。今から、え、食えるそんなん。食べれますよ、僕は。最近全然大食いよ、全然大食いしてへんやん。見に行けます、お菓子なら。めちゃくちゃ言ったことが、さっき思いついたからの感じだよ。いえ、いえ、やばい。逆にやらないですか、企画ですけど。企画ですけど、これは企画室なんでやってんの。めちゃくちゃだよ、マスル君。とりあえずやるけども、さすがに企画やったら。じゃあやりますか。やりますか。ほら、ロケマさん、買いに行こうか。買いに行こうか。やば。だからそこは一緒に行くんや。ロケマさん買いに行かすんじゃなくて。まあ僕が食べたいもんもあるんで、やっぱ。ああ、そこはやっぱり自分の。はい、買いに行きます。はい、名人がね、お菓子買ってきたんですけど、すさまじい量あるで。いや、やばいやばいっす。パッと見た感じ、うん、これどういう風に食べていく。名人、これ机にサランラップ引いて、その上に全部出してもて。そういう感じだよ、てんこ盛りする。わー、すごい味になりそうやけどな、これ。確かに夢ではあるけど、つかみ取りみたいな。すごいね、そこは。あー、確かに。やりたかった、やりたかったですね、やっぱ夢。はい、お菓子にからすれば。じゃあ、サランラップ行く。どうか、とりあえず。どっちかも。いや、痛い。ご飯見とったのに、サムネ映えとかももちろん全部。ああ、全部やっぱ頭使ってやらないと。かっこいいな。シャッシャーって頭使ってやらないと。はい、サランラップ敷き終わったんで、ここに今からお菓子を仕込んでいくと。うわ、やば。これすごい光景になるんじゃない。うわー、いい。めっちゃいいや、めっちゃいい。融合させる。めっちゃいいやつ。これめっちゃ夢のような企画やな。夢や。これすごいぞ。子供の夢や。うわ。人生に1回もらえばこういうの。友達に行ったら、3つぐらいが混ざった時あれや。ああ、そうですね。これはやばいな。すごい、うわ、すげえ、うわ、すごい、これポップコーン混ぜる。うわ、これすごい、見てよ、いや、匂いがすげえ、うわ、やばっ。めっちゃ楽しいやん、これ。ここだけで楽しいやん。おい、きたはい、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 はやばい。では、食べていきますか。いきましょう。これすごいな、ちょっとどれぐらい食べ終わるんやろ。いけるんかな。ちょっと道筋なとこあるの分かんないですよ、これに関してはマジで。も1万円分やろ、言うて。しかも4人おるし、いきますか。いただきます。いただきます。うまっ。ピザポテトから。いただきます。コンソメうまい。うまっ。うまっ。マジで夢やな、うん、ピザポテトかと思ったら全然違ってたし。こういうのも楽しいね。うん、ポテトフライがこんな感じでおるってやばい。ポテトフライ聞いたからも。うまっ。これマジ最高っすね。やばいな、うん、子供の頃やりたかったな。お菓子ってさ、たくさん食べて赤んものとして親から禁じられとってん。腹いっぱい食ったことなかったもんな。禁じてよな、そこは。お菓子はご褒美的にはポジションがあったからね、昔やった。家族で食べ合う一つのポテトチップスとか、その感覚を思い出した。ロケマスとかやっぱあれやった、一人一個も持っとって。そうっすね、食べ合うとかなかったっすね。だからそう、仲間意識が低いんです。自分にポテトチップス1袋全部取った。いや、ああ、なんかよく家庭によってこれは誰のみたいなあるじゃないですか。プリンは誰のみたいな、まあまあ、うん、そういうのはなくて、もう冷蔵庫に入ってたら誰が食ってもいいみたいな、なくなったらしょうがねえなみたいな感じのノリなんですよ、俺の家は。だから仲間意識低いんや。メイティはどんな感じだった。基本的に僕が食べてましたね。何人に怒られたの。いや、まあ言われますけど、名前書いてないかもあれみたいなっていうあれですね。どうなんですか、キャラさんとお母さんで。お菓子の取り入れ転換なことないよ。あ、じゃあ基本2個ずつ買ってやるか分け合うか、どっちか。
ったやった気がする。スルメ効果なんで。ロケマサと俺やって多分ちょっと違うよな。積んでいく世界が。ところどころそう感じる時あるやん。やめてくださいよ、こうやって。たまんねえ。いや、お前、仲間が外れとる。生まれた時点で、俺らは仲間外れにしておかない。ロケマサ、K とか持ったことある?ケイジョン。ないっす、ないっす。ないんやん。いや、もうケイジョンとかないやん。ないやん。やばいやん。運転したことない。最初のとこも何なの?プリウス。プリウスやばい、最初の車が。なんかムカつけ、この前行けとかあれや。絶対この前行けやな。この前行けやな。みんな K から始まる。いや、そんなことないっすよ。大体そうや。親からな、もらい受けたとか。自分で K 買ったから。もらい受けたのプリウスだったんですよ、私。それがアルファだったんですよ。プリウスって自分で買う車や。もらい受けるもんちゃう。で、ね、アルファで来たんですよ、その次。次どうなんねん、じゃあ。レクサスが来る、レクサスが来るじゃん。金持ちの世界でさ、お見合いみたいなのない。企業の娘と。確かに、それはあるんじゃない。そう、ありそうな話。ないです、ないです。金持ち同士の付き合いみたいなない。あ、パーティーとか。ないですね。ないんや、意外に。飛行機はエコノミーとかで。ファーストクラスはでも、数回しか乗ったことないですよ。そりゃそうや。まあまあ、それはまあ、俺の一回乗ったことないわ。いや、ないでも多分ね。僕ないですよ。俺だからエコノミーに乗ったことはないんですよ、ね。ビジネスからスタートなんですよ、俺の飛行機。だから新幹線もグリーン車からみたいなことや。ああ、そう。新幹線って乗ったことないですね。てか今思った新幹線ないっすね、これ。ないんや。記憶にはないですよ。やばいな、こっちも。いや、エコノミーになくてビジネス以上しかないってやばい。金持ちそうなんですね、やっぱり。だから飛行機はもう寝ておける空間みたいな。で、前さんみたいなエコノミー派の人間ってどう思う?前さんってどう思うかやな。あれ、びっくりなんだ。レベルでもっと頑張ってあげなきゃ。いや別に乗れるじゃないですか。なんでそこ乗らないのかなと思うんですよ。苦しく旅行行くのも辛いじゃないですか。狭いなみたいな。旅行がさ、ロケマサと違うやんだって。海外やろ、まあ基本的に。俺ら海外やから旅行行ったことないって。海外や。え、どこだ。よくにあるのは、まあ、滋賀とか。何しに行く。琵琶湖っすよ。ああ、琵琶湖に。琵琶湖に何しに行くの。琵琶湖の中に、実際シナみたいなのあるんですよ。そこに行った記憶があります。俺も今年の2月3月ぐらいに福井に帰ってたんですよ。俺が生まれたとこなんですけど、福井県帰ってたんですよ。で、あわら温泉っていうとこが有名で、福井県で、うん、で、そこに旅館行ったんですよ。で、まあ一応俺の親父が社長じゃないですか、うん、で、まあ俺のその親父の親父、おじいちゃんが会長ポジションなんですよ、うん、もう旅館の人が全員頭だけでお待ちしてました、会長様みたいな感じでしたから。びっくりしました、さすがに。うわ、すげえなと思って。おじいちゃんが、そうそう、この年まで旅行行ったことがすごい。絶対俺ありえへん。俺はだってもう小6ぐらいで終わったから。それで俺言ったら思い出すけど、これもちょっと恥ずかしい話なんやけど、旅行で俺が多分中2とか中1ぐらい、多分光が2個下やから小5とかの時で、俺下の毛がちょうど生え始めたわけで、生え始めたってちょっと恥ずかしいやん、最初って。だから俺お父さんと光と3人で風呂行くわけ。ずっと俺タオル隠しとったもん。思ってたやん、多分思ってたもん。俺が思ってたら怖いやん、それを。どうでもええの、俺が。そこは絶対にバレたくないから、そこは隠して売っとった気がするわ。めっちゃダサい気の吐き出しとったよ。当時、マジで。もしかも、次切り行くさやな。いいんじゃないですか。よくはない。写真撮って見せてください。見えたって一番ない、これ。あ、うまい。めっちゃ味濃いよな。もう名前分からへんもんな。なんか味濃いやつが多すぎて、おっとっと味全くせえへんの。そのやっぱそのお菓子とかも何円分とかなかったんやん。俺月に小遣いで500円とかやん。何円？5年生で500円。4年生ぐらいなかったんじゃないの、小遣いは。ゲームだけ買ってもらえるみたいな。あ、これは俺も一緒。ゲームはもう無限に買ってもらえて。いやいや、無限だよ、これ。無限だよ、これ。買ってもらえるってことじゃない。だから、もうそんなクリスマスとか、例えば、ゲーム無限買いやねん。やばい。あ、やりたいみたいな。お小遣いでも月1000円とか、最初はそうでした。最初はどこで上がる、どこで上がるの。だから学年1個上がったら5000円。お年玉だよ、お年玉。あ、お年玉やばかったね。年何万かと発表しようか。まずじゃあ名人から。中3から一番もらえた時7万いってない。おお、結構いった。結構いったん。嘘。6万ってことにしたやつ。俺でももっと余裕でもらった気するな。1人から5万とかあった気するな。いや、なかったら絶対なかった。俺あったなかったよ、それは。いや、なかった。お前見てるやん、お年玉。いや、嘘やろ、そんな。違かった、もしかして。俺どんぐらい能力で。能力知らんやん、親戚やん。いや、それ見たら分かるやん、顔見たら。あ、こいつは凡人やから。将来性がないから、こいつにお年玉取ってやる。やばい、何倍やったんや。リアルに俺多分5万とか入ってる年あって、絶対。絶対なかったんや。100% だと思う、おじいちゃんが入って。それ覚えとるもん、いまだに。その時多分全部は15万ぐらいあったと思う。へぇ。俺ほんまに記憶の中にあるのは11とかの5万、全部で。それ絶対だよ、だからよっぽど先生なかったんや。大人なら見放さとって。早すぎて。俺絶対俺に関してちょっとわからないですけど、でも俺はあんまイメージないですね、もらってた。俺もヒカルさんそんな変わんないですよ、多分。最高で25万から30万とかじゃないですか。30? まあ平均してですね、まあ、一番もらった時はあんま覚えてないです、まあ、大体そのぐらいですかね。30万もらうけど、そっからどれくらい使えるの、自分で。え、全部です。ええー。
局で入ってくるんで手渡しされる。俺らは貯金されるやん。ああ、そうなんだ。正月ゲームとか買って、そう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 、残る貯金される制度みたいな。絶対そうやん。別でしたね、それは。だから俺の口座を、まあ、親が勝手に作っといて、うん、祝い事があるたびに今年また別にぶち込まれるみたいな。いや、でも大人だって何もないもんね。全然分かんないですね。別の預金があるやん。そうです話が違う。やば名人いかんやん。まあ、それは同じ気持ちだろ。非常に遺憾の思い。え、6月でも30万ロシナでバッて入るわけやん。何言ってたの。小学生でそれを全部使い切るとか。あ、でも今年のとかもらった時はゲーム買ってとか言わないで、もう自分で腐るほど買って、あとジョーカーってあったやつ。家の近くにゲオがあったんです。その時まだ中古品のビットライス全部買ったらって、えで強いモンスターとか入ってるじゃないですか。やばい、あの時ってまだ高かったんですよ。今はもう本当に200円とか300円の世界ですけど、あの時まだ2000円とかするレベルで全部取って、そうだよ。で自分の PS に全部送り込んで最強にしてたの。努力を怠る、怠ってこっちの方面でやばいな。そういうことをいろんなゲームでやってましたね。やばポケモンもそうです。外れたらお待ちかせとかやめな。結構クズやろうって。何もクズやん。それがあるから。当時はクズやって今は肯定したみたいな。今も変わらへんよお前。俺はじゃあ友達使って金儲けしちゃったの。なかったから金が。俺が思いついた当時の恐ろしい金儲け。俺この頃からビジネスの才能があったんかなと思うんやけど、今思えば。というカードでめちゃくちゃ強い。これはもう誰もが欲しいっていうカード例えばあったとすると、それを2枚ぐらい俺が持っとったとするやん。みんな欲しいって言うんで、俺はそれを餌に100枚ぐらいの強いカード2枚、残り98枚弱いカードみたいなデッキの束を作るわけ。でそれをシャッフルして、この山札から1枚でカード引いて引こうと思ったら、お前のそこそこレアカード1枚くれたら1回引かしてあげるみたいな。とか100円で1回引かしてあげるみたいな。ああ、システム取ってた。そしたら正直さ、50分の1だけ確率的に言ったら、うん、当たらんわけ。でもそのバカが分からへん。小学生とか中学生とか当たるかもしれない。自分にとってあんまいらん気なかったらあれやん。でも比較的価値の高かったらあれやん。そういうのボンボン出してくるわけ。どんどん全部吸収していってくれる。それで強くなったら。でも好き放題カード買えへんかったの考えとったのにとかあれやんか。頭さすがマジで見えなかった、そのカードゲームで。ないっすよ、そんな。どうなんだよ。でも強くなりたいわけ、子供ながらに。買います。買うしかないけど、限度はあれ、金がないわけだから。お金があったらそれまでです。え、ボコーガンで強くなることないやん。ないっすよ、そんな。やめねえ。ボコーガンで強くなるじゃん。弱かったと思いますよ。弱せやもんな。めっちゃ弱せやもん。俺だってやっぱデッキ作るのうまかったから、友達からみんなでデッキ作ってって言われてたもん。俺が作ったデッキが強くなるから、もっとカードなんかデッキ作ってくれみたいな。やっぱ遊戯王が流行ったのか。遊戯王が流行ってその後 DMI やな。俺の時はそうでしたね。あ、バンガードもちょっと入ってましたね。偉いじゃないな俺は、うん、ロケマさん何タイプが好きなの。やっぱあれやな、分かれるやん。カードゲームの何タイプみたいな。マイスさんはもう圧倒的闇タイプと火タイプが好きやん。で俺は水が好き。絶対そうやった。トリッキーなやつですけど、テクニカルで。デュエマは光使ってましたね、確か。ああ、守備系のね。え、何属性なの。なかったっすね。もうずっとなんか変わってたんで、見た目とか単純に出しやすいモンスターばっか集めてました。マジ弱さやな。一回やってみたいけど、名人と一回動作でやってみたいけど、コンボっていう概念がなかったんで。えっ、そう思うんだよ。だから生贄でどうにかして出すみたいな。ああ、もうすでに装備品とかもつけずに。ナイスナイス。負けるわね、そら。そらつまんない。カデローもメニュー戦って面白いね。あれ入ってなかった。バトルモード、ドラクエの全部刺さってる機械みたいなあるじゃない。俺らやってない世代じゃなかった。要はあれやろ、虫キングみたいな感じ。ああ、そうそうそう。それこそ俺ら虫キングちょっと前やろ。俺虫キングやってました。やっとったよ。ちょっとだけですけど面白かった。そういうなんか機械系はやってない。冷戦行って買いまくるみたいな。やってなかったな。メダルゲームとかやったの。冷戦やってたな。めっちゃ金かかるやん。めっちゃ金かかります、ね、あれで一番やばい。今で言ったドラゴンボールヒーローズ。ああ、そうそう、あれやばいやろマジで。要はロケマとかでああいう方が本領発揮みたいなとこあるやん。家近くにイオンがあったんですよ、うん、でそこで親父と2人でイオン行って、で結構なんかゲーセンコーナーちっちゃかったんですけど、うん、バトルロードの機械2台並んでたんですよ。カードだけ引くこともできるんですよ、プレイして。ああ、なるほどね。であれって絶対一番上と確か一番下と真ん中になんかレアカード入ってるんですよ。もう片っ端からやって、何メートルな、夕方ぐらいから行って閉店までもうずっとカラオケして、親父と2人で作業しましたから。そう、俺が YouTube でやったから。本当だ。先取りして YouTube やっとこと。だからカードなくなったら補修してくださいみたいな。ずっと補修やってて、だからなんかそのデッキ作ってたんですよ。よくあるじゃないですか、カード集めるみたいな。あれは。あん中にすっげえキラーカード集めて、なんかそれだけ満足しましたね。やばいねそれ。あれが一番金使ったかもしれないですよ、バトルロードは。ほんまに金ないで無理や。てかやりたかったけどデビヒン買ってみたいな。正直正しいやな。一回だって100円とかの時あれやろ。高いのとにかくあれ一発が。ブラックエアがそこに集中してた時なんですよ。すごいな。それに対戦するわけじゃないわけやもんな。そうっす。コレクターやもんな、完全な中中華でしたね。会話せたやんな、リアル。いや、でもあいつらバトルするから、バトルせへん会話せと。
もし今の現代のアプリが六間さんの子供の頃あったとしたら、相当なハイ課金プレイヤーになったみたいな。ああ、そうっすね。多分とんでもない課金しましたね。それこそ無限にできるアプリなんで、ほんまにやばいよ。10万課金しても全然足りへん。ほんまに最強目指そうと思ったら100万でも足りへん。1000万でもだって最強になれるか分からんレベルやん。子供の頃の金使ったかもしれないって。そう考えたらさ、今ほんまに六間さんみたいな金持ちの息子がアプリ手出して恐ろしく金使っとうやろな。猫だったんすもんね。マジそうじゃない。1000万とか使ってたら絶対おるやん。絶対おるやん。親のクレジットやったらさ、無限にいけるわけやん。親もこのレベルの金持ち言うてへんやんから、それに対して分からへん、気づけへんみたいなパターンあれやん。あなたもそろそろ娘にスマホ持たせた方がいいんじゃないですか。まだやろ、動画の間4歳今って何歳から持たせんやろ、スマホ小学1年生で決められる、まあ、周りがあるらしい。住んどる場所によるんじゃん、田舎か都会か全然違うと思う。違うと思う。田舎はちょっと遅そう言ってた。でも多分俺娘にもし熊さんみたいな感じでこれやりたいかって言ったもん。俺は絶対させへんやん。じゃそれ逆に奥さんがさしてどうするの。怒られた。分かれへん。聞くな理由を。そのやり方ちょっとどうなんみたいな。それで別にいや別にしたいって言ってたもん。奥さんそういうタイプなんか正直。いやでも分かんないじゃないですか。もしそれがあったらどうするんですか。離婚ですか。いやそれなんで離婚はないけど、まあ、それで一旦話し合う。逆にさ、名人がごつやとするやん。名人が別に役して、で、名人どうしてもゲームやりたいみたいな。で、課金させてほしいみたいな。やると一回やってみる。どんなのかやってみてよ、一回。何歳でしたっけ。4歳。しゃべるんすか。いや一応まあ小学生ぐらいになって中で手にしよう。ああそこはね、小学生中学生ぐらいになって俺の娘がね、そうもう課金したいって欲ができてきたの。ありやねんそんなん絶対っていう手で一回ちょっとやってみようか。それパパって言われたらですからね。パパーパパー、このアプリ課金したいんだけど。かけ早いんちゃう？したい。周りの友達は課金してないし。みんなしてる。どうする？もう周りの友達全員ロケモンさんみたいな。金持ちばっかり。たまたま友達全員金持ちだった。それ一番きついやん。でもどうする？友達が周りがみんなロケモンさんみたいな金持ちだった場合。友達を帰れへんわけやん。そのどうするやん、マジで。それ考えたことなかったよ。F4 の友達だった場合、どうすんねんって話やん。それほんまにちょっといじめられてるみたいな、省かれてるみたいな。逆になんかそのいじめがひどくなる可能性もあるわけだ。それをさせへんから。かといって友達にお前その縁切れっていうのも難しい。大人だったら縁切るのも簡単やけど、でもなんか友達は友達だしっていうことを言うかもしれない。別にこっちはこっちの稼いがあるからそこはみたいな。それ絶対もう娘やられるわ。そんな言葉投げかけて世の中の子供たちが何人苦しんどう。子供慰めの言葉にならんな。それが正解なんですよ、ほんまに。金があるんだったらさせるしかないですよね。それは大丈夫、違うと思うよ。ロケマさんやっぱ子育てするとしたらそういう感じだよ、やっぱ。いや、俺多分娘だったら無理ですね。多分止められないですね。もう何もとも行くんや。だからやっぱストッパーがいないとですよね。確かにね、うん、奥さんとかが、うん、息子ったら絶対させないですよ。親父はさせたわけだから限度があるよな、させるんじゃん。例えば月仮に10万までとか、月100万させてやばいよ子供で。でもなんか子供の10万ってあんま分かんなくないですか。分からんもん、子供はどんぐらいやばいのかみたいな。バイトしてから大切させるみたいな。だいぶ減ってきたんじゃない。確かに動画的にはどう見えても分からんけど、味に飽きんからな。いろいろあるから、うん、そこは結構でかいから。それもだって親の仕事つけとか言われんかった。めちゃくちゃ言われてますよ。言われた人がさっき旅行発車じゃないですか。それも正直大学のことについての旅行だった。俺自身行ってこないんですよ何も。あ、なるほど、ね、怒ってこないんですよ全く。俺の親父はだからなんか基本俺がなんか悪いことしたら俺の母親が怒るんですけど、俺の親父もなんかこの会社入るときは別に全然よ、うん、みたいな言われて、でもやっぱなんか大学は出といてほしいみたいな感じだったんですよね、うんうんうん、だから旅行行った時もじいちゃんと俺の親父で大学のことについて話すみたいな感じの旅行だったんですよ。なんか髪の毛見つけたの誰か分からんけど。何言いますか。黒色の髪の毛。ああ、違う違う、そうじゃない、見てほら髪の毛じゃないこれ。うわ、ほんとだ。俺の色じゃないこれは。何歳やろ、完全に黒じゃないですか。俺も黒じゃない。分かる。これはさすがに食べても今日一緒に巻き慶応って食べてる。ほら、長関上がりたい。あ、しかもこれなんかチンゲじゃない。これ多分人生が違うよ。誰も触ってんから。どういうことですか。俺が触るのせいやろ、ほんまに。ここにちぎるやばい。やばいやん。どういうことなんですか。どうやって入ってんのこれ。絶対そうだこれ。確かに、ちぎれたもん。やば。うわ、ちょっとこれやばい。出た方がいいんじゃないか、この辺一体。ちょっとそこはやばい。やばいな。どこら辺の。うわ、急でよかった、俺。すごいな。うん。よく見とってよかったわ、ほんま。勘弁してくださいよ。前さんが旅行中の話したからじゃん。ちょっと入ってきたみたいな話したから。いや、だからここに入ってこへん。怖っ。商品に入っとったってことかな、これ。
っぱそれはないやろ、さすがに。さっき入るよ、あんな毛がいい、あの毛は確かに髪の毛じゃなかったよ、絶対違うな、あれは。じゃあロケマン続きちょっと教えてよ。で大学行くみたいな話になって、でもなあなあなりましたけどね。これロケマンが行きたかったとこに、いや別に結局なんかそういう深い話はされなくて旅行終わりました、ね。ロケマン大学どのタイミングでやめたんだっけ。一応入学式に出てスーツで行くじゃないですか。入学式の日に退学届をもらいに行ってで、あれ1年生みたいな感じで言われたんですよ。いやそうですみたいな、えみたいな、まあまあすごいもらえて、え一回授業出ようかなみたいな、だいぶどんな感じなんだみたいな感じで言って、まあ一応クラス分けされるじゃないですか、うん、で授業出て、で次の日に退学届出してきました何もやん今からも大学行こうとならん。いやー今からは別に考えてないですね、全く。何やから行けるもんやん。でもだいぶもう減ってない、うん、でもやっぱちょっと飽きてきましたね。メルティキッス行く、ちょっとメルティキッスで口直ししたい気もするな。そうだね、1個パターンやん、きつうまっ。クオリティ高いな、ほんまに。小さいし高いけど、うん、それだけのクオリティがこんな詰まったのにハーゲンダッツ的な感じがある。あー確かに、うまい。これ260円とかするやん、高っ。高ない、これ260円って。みんな運動神経どうなの。バッチリですね。もう絶対やっぱ A ランク、シャトルランとかあれやん。あーはいはい。僕持久走は苦手です。短距離速い。そうっすね、あとはまあ野球とか球技ができるみたいな。あーなるほどね。ロケマスは、まあ、俺も結構いい方だと思いますよ、はい。俺の使ってるとスピード系じゃなくて持久系ですね。俺シャトルランとかめっちゃ行ってましたね。何本ぐらい、150とかじゃない。すごい、すごい、150だ、150やばい、150だ、マジで。そこは150はもたもんね。でも100と150全然違う。やばい、150マジで全然違うから、150いける範囲やで。100でもすごい、数人じゃないですか、もう100でやばい。いや、本当にそのレベルでしたよ。マラソン大会1位。マラソン大会ってなんすか、まず。え、あれやな、あれやん、小学校と中学校にマラソン大会。ないっすよ、こんなこの辺の都会ないんじゃん。ないんや、マラソン大会。あー、確かに年に1回なかったの。ないっすないっすね、そんなマラソン大会ってないっすよ。やば、どこで持久力身についたんですか、じゃん。確かに150って言った人嘘やもんだもん、俺も80とかってすごい、確かに。だってそうなんですね、うん、じゃあ俺多分嘘ついてます150じゃん、150じゃん、バケモンだよ。1回見てて150、細密級にすごい。でもなんか持久力は昔からあったって感じですね。あとバスケがめっちゃ好きだったんで、バスケが得意って感じですね。バスケ行かれとか。そうなんですか、ね、早っ。バスケってやりながらゲームとかやってたみたいな。いやバスケやり始めてからもうゲームとかあんましてなかったかもしれない。影響なんかそのスラムダンクのやっぱ、いやただ単にモテたくてミニバスが上手やってたんでやろうみたいな。どんどんでめっちゃ内容してたんですよ。空手やっててプールでミニバスやっててやばいな、めっちゃ内容しました。それで自分の意思でもあったんや。バスケと空手はそうです。でもプールだけは親に連れてかれてて、でもう完璧に一番上のランク行って全部泳げるようになったからもうやめるみたいな感じ。へー、じゃあバタバタできるの。できますよ、今でもできます。マジさんとどうなってマジだけ早いな。スポーツテストで言ったら A 手前やん、 B の A ギリギリいってへんみたいな感じだから、まあいい方やけど突き抜けてたらいいん。でも足だけはもう一番速かったの、正直学園トップみたいな。学園トップやん。マジで。だから俺小学校2年生ぐらいからマラソン大会あってんけど、ずっと1位。短距離も長距離もまず速かった、確かに昔から。珍しい。俺は昔から遅かったやし、全然速くなかった。そもそも努力することができなくて、俺だって小5の時の 100m 走今でも覚えてるけど、俺歩いとったもんでそれでお前先生怒られたやん、それなんで歩いたやんみたいな。いや恥ずかしいからテストで。ほんま運動会やん。運動会で俺歩いてるの。俺小5ぐらい全力出して負けたらカッコ悪いみたいな。そう、小5の段階で謎のプライドがあった、当時から。だから俺は走るのやらへん、勝手に勝負せえへん。じゃあ1年生で用意どんな感じなの。みんなクラウチいんやん。用意でもうほぼにもやる気やんでも歩き出すみたいな。用意歩き出せん。逆に言えたら恥ずかしくやる。でもそっちの恥ずかしいけど、何個かのそっちのかっこいいと思ってたんだよ、当時。そうやっておるやん。俺もそういうやつで完全に。やばいね。ただ俺の体に変化が起こったのは中1からぐらい。俺急に中1から身長が伸びたやん、一気に。でそれとともに能力で一気に上がったわけよ、身体能力全部。でも野球部入ったったっていうのもあるかもしれんけど、全部が伸びに伸びて、スポーツテスト俺だって3年間ずっと A やから。こう見えてるすごいからね。反復横跳びとか上体起こしの回数が異常に多かったよ、多分。ちょっと若干不正しとったかもしれない、もしかしたら上体起こしこうやってやるやんか、もう多分腕でこうなってたもんあれもう一人のやつが数えるから、こういう人のやつが間前田で前スタンって言ったそれこそ相方前スタン、あれもちょっとドラムスコやって、そいつそいつにお前ちょっと俺が数えるからその回数言えよみたいな。1、2、3、4 全部もう半分くらいでも全部そいつは記録かかりやから、だから A やったから。でもそんな足も遅くなかったけど、当時は野球部やったし、それ負けるのが嫌やったから。だから 100m 走とかのタイム測るときに自分より圧倒的に遅いやつと走った時が一番速いの。接戦したらめっちゃタイム遅くなる。逆やもん普通は、接戦の方が速いのよ。そう、ずっと相方が前スタンやったから俺、こっちの前スタンじゃないけどドラムスコの方の前スタンで、そいつはもう何にもできない
マジで。まだ高校生の時にあだ名社長やから。いつも食堂で社長。毎回カップヌードル怒らされて、毎回毎回。学校終わったら、窓からいつも社長のおじいちゃんのベンツが止まってる。校門の前にベンツが止まってる。俺それに教えてもらって、社長の人が入ってんじゃん。どうしてか作る。全然もちろん、俺で地元一緒やし、名字も一緒やし、同級生やし、みたいな。そういうぞおったんや。赤ん坊は主役先生やな顔してたら。ぶっちゃけやろ、TOKIO の城島さん。城島さんに見てきた。早くないで、その顔の。あんた感じで、あんな感じや。めっちゃ似てる。視野だけすごい。視野めっちゃあるだいぶ経ってたからフォルム的に言ったらとにかくマイスさんって言われないまあでもめっちゃ足も遅いし全部できんやろ今はもうマイスさんはまあ言ってもなんやかんやな動いとうからあとバネがなんか元から多分特殊ないいバネ使ってたからケニアラインのバネ人生の諦め癖めっちゃついとるのによく仕事だけここまでやれたなって自分で思うの確かに結構飽きそうやん俺人生はいろんな数々のこと諦めてきたから走っとったらちょっとしんどくなったらもうあかんわと思うタイプやで俺だから野球部の練習もまともについたことないし野球部で一回も外周5周走ったことないからどうすんのじゃあそれいやもう途中でもなんか一周遅れしてわざと4周で5周したように見せるみたいなめっちゃ疲れてくるしみたいなもうそんなばっかりだから人生俺唯一続いたことやからこれがもう他のことは絶対俺も負けるもんねでも幼心に不思議と勉強することが俺にとって必要じゃないって思ったとかあるもん社長になるんじゃないかってずっと思ったなんでか分からんけど別に社長へのコネなんか何にもなかったしでもどうせなるんちゃうかなみたいな社会で生きていくのきついなと思った俺社会人やってみて4ヶ月だけ工場行ってやばかったマジで軍隊かと思ったもん最初編集行った時岐阜の声出しからなんかマジで俺でも合宿で泊まり込みであるんですけどほんまになんか声出してもほんまその自衛隊みたいな感じやん、うん、どんな感じやんかちょっとやってやるね一回だから基本のなんかいらっしゃいませとかで、うん、いらっしゃいませこんな永遠にやらされるんですよ朝何時起きるか決まってるんですか全部決まったやば俺1週間ってもん岐阜への研修記憶力テストとかあったで声出しテストリーダー力テストみたいな全国から工場が50個ぐらいあるで全国集まって新入生だけ100人ぐらいかな全員が一堂に会した状態 で今からお前らグループ作ってくれみたいな俺一発目にまさに手挙げてじゃあ俺リーダーするかお前ら入れみたいな感じ俺もう速攻で1人作ってんの勝手に俺関西から3人しか行ってなくて岐阜が工場にあるからほとんどは関東勢なわけだからみんな友達同士集まってんの俺関西もこれずっとだけど俺先手必勝やと思ってたんで俺舐められた俺やと思ってたから最初からリーダーやるかみたいなじゃあお前入れみたいな感じ部屋もどこで寝るかみたいなとりあえずやん端っこがやんじゃあ俺端っこで寝るからお前そこで寝ろかどうかなんで俺も最初からしきり出して最初そしたら向こうもだからなんやこいつみたいな感じになるわけでもなんかもう仕切られると雰囲気出とうからもう仕方なく従うみたいな感じになって俺相当すごいリーダーして発揮してだからその岐阜の研修のランキングが出ない最後全部マックス予定で俺主席で出たからその岐阜県の研修だからだから俺工場戻って関西すぐに主任に上がったしすごいスピードで認められたっていう俺めっちゃ嘘ついたからな岐阜県の人たち関西への憧れがすごかったよ関西の女は可愛いとかって役が強かって関西はめっちゃなんかヤンキーが多いみたいなイメージ持ってたの俺なんか分からんけど絶対髪の毛黒く染めてこいよって言われてたけど金髪が好きすぎてその名残が残っててほとんど金髪だったよでそれでなんかこれ研修やそれでこいつ研修やのに一人だけ髪を染めてるとやばいなってまっとったらしいで俺関西弁バリバリやからヤンキーなんじゃないかと思われてたけどあそれを俺も逆転取って関西のヤンキーやばいぞっていう嘘のブーデンを流しまくってあっていうと関西道あるとってその辺にヤクザおるでもう普通に言うとみたいな感じでもうみんなビビっとわけだって俺の学校で暴走族3つがあったからなみたいなそう言ったらもうビビっとしかもそれがなんか向こうかしら面白いから飲み込まれていくわけ俺の話ですごいすごいみたいになったわけマジで俺めっちゃ連絡先聞かれてまあ、めっちゃ似てますよ、ね、関西の中で一番神格化されてたわけ勝手に俺の嘘のエピソードすごいやつなんやエピソードが嘘ばっかりやからすごいエピソード全部話しとった俺全部信じるわけ関西そういうとこなんやみたいなあれすごかったなほんまにもう全然俺より喧嘩強さっていっぱいあったけど全部でもあれ全然こいつ絶対強いやろみたいな全部俺絶対こいつとか悪いやつやろみたいないっぱいおるんやけどそれも関西弁と勢いに飲まれて分かってないみたいな空気感ってあるんやろ飲み込むみたいなあれ楽しかったな、まあ、嫌やったけどいつかバレたらどうしようとは思ってたけどなバレずに行きたい言って1週間だけやからな分かんへんそれがほんまかどうか難しいなほんまもらっとやでだいぶきつくなってきたな、まあ、お菓子だから入る大学会1万円お菓子がきついっすよ社内人の顔にニキビできることを祈りましょう鼻のてっぺんになできてほしいニキビってほんまぐらいもんベニジどこなんできるかさニキビこの前ここに昨日おとといぐらいありましたけどどうしたのなんか無くなった早すぎやなくなったそんな一時それ無くなるやんまたどこにできやすい、まあ、鼻のこの中心やん一番俺はこれも言ったら多分なんか見せてくれたからなるんやんけど、うん、高校の時の卒アルの時にどうぞ卒アルのお前言ってないいやお前自分が笑ったもん自分が笑ったもん卒アルのなんか写真の撮影するみたいなあれやん前日にてっぺんにニキビができて結構ひどいよね怖いんやったわけでもなんか何度か隠そうとするけどさ触るわけそれ直してやから
結局やっぱさ、間に合わへんやん、まあ、俺はそうされて、すごい握りつけた一番大事な時や見返してないもん、ちょっとあれをニキビそのできる場所によって全然ちゃうやん、正直ダメージって、うん、この辺とかじゃまだ言ってもなんか、まあ、目立たへんわけ、ちょっとしたでも鼻の中心線ってもう一緒やあんまできひんやな、鼻のてっぺんとかにあんまできひんな。で若い頃めっちゃおでことかできよったニキビ、俺めっちゃ年取ってからマジで全然できんやったな。俺もおでこはできないな、ニキビ食生活が悪すぎて顎にできますね、めっちゃ言って21やからできて当たり前やねん。いつ止まるんすかね。俺23ぐらいからできんなってきたなと思うな、できてもほんまに3ヶ月に1個とか2個とかできてもちっちゃかったやん。俺でも開けたらでかい、触ったりするからじゃない。いやそうですよ、ね、菌が入ってんのだから言ったやん、前さんいつも手をお前洗った方がいいねみたいな。あんま洗わへんマジで、ケージとか触ってそれで触ったら菌が全部入るから、それで多分でかなっちゃうと思う。だってケージだって便器をしたやんって言うやん、バイキンの風だけで言ったら、それが結構悪いのかもしれない。肌触るときはマジ神経質だった方がいい。やっぱ僕らは気をつけた。え、だって俺風呂上がるじゃないですか、化粧水塗るじゃないですか、ドライヤーするじゃないですか、一回手洗いますから、ね、ドライヤーしたらキレイキレイで一回マジ泡立ってから上がってまた肌触ります。ちゃんと綺麗な手じゃないと肌触りたくないみたいな。家帰ってからも絶対手洗ってみたいな。だから泡で変わった方がいい。え、嘘やね。うん。電車でもそんな全く気にしたことない。確かに。メスだよね。でも家帰ったらそんま速攻寝てるわけですから。風呂上がり。メインたちがスカッと化粧水特注。たまに使います。たまになんですね、しかも結構スパイですね、本当に十分っすかやばいな、ここら辺まで減ってからの減らなさすごいな。メルティーギフトもいや、メルティーでも名人担当だ。そうな、一番しか勝てない。何勝ったの、何勝ったの、何勝ったの。あ、そうだね、メルティーで1個貸してやる。いや、俺メンメン、え違う味やろ、それもちろん絶対それ、やばいっすよ、きついっす。ダーツゲースだって。うわぁ、きついでー、きついでー。特写も俺も4本目やわ。俺もっすね、恐ろしく消費しとる特写を。これ動画じゃカットしてるんで分かんないもん、ね、多分もう相当時間経ってますよ。だってまさやろ、初めて時間遅すぎるやろ。ほんまやったら帰って寝とう時間やのにな。うん、おっとっとやめろってお前ら俺が食べたの、おっとっとやめろってお前ら、おい食べんなって、おっとっとマジで一番狙い目やろって動画の動画何やってもないやろ。おっとっと高すぎやろ倍率。あるじゃん、ここに序盤あんだけな、おっとっと味ないってことないな。まあおっとっとが最高に美味しく感じるという、うん、どれが狙い目やろな。エビせん、エビせん、エビせん、ジュース、例えば俺聞いたくたけど、俺の学年にも前の学年にも絶対一人おった、鼻くそ食べるやつっておった。おったいましたね。何なのあれって、絶対一学年一人おるやん、鼻くそ食べるやつって。あれ何なのな、今日食えるのあれ。でも女子でもいましたね、俺と。何食べるの鼻くそ。いや思わへん、確かに。何で食べるの思わへん。だからつけへんじゃん。何食べたんって。でその友達は日によって味は変わると言ってました。聞いた、食べてたんで。何味なんて捨てるとこないから。ああ、もう口に放り込むみたいな感じじゃないよ、あれ。そういうだから爪を噛む癖が、あーいますね。そう、そこに行ったみたいな。ちょっと決まったな。なんでだろうと思って。絶対まずいやん。俺終わりね。俺メンテキット終わらせて今日から。メンこっちで。これこれ行くわ。でも初めてかもしれない。普通に協力しながら食べたの。争うこともなく。助け合いながら。これ狙っとったよ。みんなの協調性を養っていきたい。お前ら意味だよ。協調さえやつこんな不正やろ、こんな時間に。そもそも破壊壊そうとしたむしろ前そのニキビに痛恨の刺激やもんな、これ。あーニキビできてきたなっていう時めっちゃ、いや目が出とんの分かる。3日ぐらいした時に完全体になるやろなみたいな。めっちゃきつくない、分かっとみたいな、予告三振みたいな時やろ。でもいや、でも正直さ、ニキビ知りつく人なんですよ。スペシャリスト、ニキビ界のスペシャリスト。例えばこの鼻のところにちょっと赤くなるみたいな、夜に赤くなったらこれニキビじゃないかなっていう、そのニキビじゃないからっていう状態から2種類に分けられるわけ。そっから1個はでかくなる、さらにでかくなって白ニキビみたいな。それがしかもその白ニキビの期間が1日できたらまだいいの。もうパンって できたわけ。そしたら潰せるし、別にそれがちょっと白くなったんやけど、3日ぐらいかかって徐々に大きくなっていくわけ。あるわけ。そうしたらもう地獄なわけで、もう目を出せへんから、ずっとその白ニキビが残り続ける。で一応その稀なパターンとしてなくなるっていうの、それが赤くなるんやけど消えるっていうパターンだから、もう気をつけた方がいい。でも気をつけて。他のニキビはどんなタイプなんですか。多分これはでも大きくならへんの、これ以上。あ、そうなの。で多分3日で消えるな。ああもうでもほぼほぼラストじゃない。俺もうあと2個で終わりで、メルティキス。おいおや、その1個ダメだろ。あーだす。
なんか苦しいよりも早くこれ動画を終わらして解放されないって気持ちが強い。もうチョコ食うだけで口痛いっすよ。最初あんな楽しかったのにな。最高っすね。子供やったら最後までできないから。8人ぐらいの子供やったら営業られたのかな。もっといるんじゃないこの量は。10人ぐらいおったらよかったのかな。終わりました。4人やったら多分3000円、5000円ぐらいがちょうどや。まあ3000円ぐらいがちょうどかな。ラストスパート終わりや。これで OK 頑張った。うわ完食です。いやー、いや、きつかった。長すぎ、マジで。はい、というわけで、片付け終わりました。これね、サランラップやったら、マジで片付け簡単。全く汚れてん。めっちゃいいな、これ。今後ちょっと大食いの時は、サランラップ使うのありかなって思って。目に入って満足した。大満足です、もうこれは。若干後悔してます。企画がめちゃくちゃすぎるやん。めっちゃ来たやな。計画性ゼロやもん。お菓子食べたいって言うだけで始まったから、やばい。好きで、こじつけて、提示させるっていう。すごいわ、これ。明日全員やばいことになったよな、マジで。やばいかも。朝もじゃあニキビの治療頑張ってよ。行きます。はい、こんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。いや疲れた。あーいや、ちょっと名人もうしばらく企画考えるやめてます。レジはもうちょっと一旦中止で一旦ちょっと休憩で。